ゲームブレイブス。私もこう漫画読んでいる時にこう漠然とジョリーンはこんな声かなみたいなことを想像することはたくさんあったんですけれども、自分が実際にジョリーン役に選ばれた時は、最初はこうとにかくかっこよくしなきゃかっこよくしなきゃと気負いすぎてしまって、第1話の初っ端からこう声を低くしてかっこよくしようとしてしまったんですね。ただストーンオーシャンの魅力って、ジョリーンがメソメソしていた少女だったのに成長していく過程にこそ魅力があると思っているので、最初からかっこよくしてちゃダメだと気づいて、こうだんだんとジョリーンの高潔な部分や品性や愛情の深さをこう声やお芝居に乗せられるように頑張ってこう調整はしていったんですけれども、おそらく一番はエルメス役の田村睦美さんや FF 役の伊勢マリアさんがお芝居でたくさん引っ張ってくださったところがあったので、そのおかげでこうみんなでジョリーンを作っていったのかなって思います。もちろんファンの方のこの応援のメッセージがあってこそ、私はあの場所に立ててジョリーンを演じることができたので、本当に感謝しかないですし、私はもう昔からその徐々に出会った、まあ中学生の頃から口を開けばジョ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 ってずっと言ってたので、そんな私のことを深く知ってくれている友人たちからはものすごくこう祝福のメッセージをいただきました。そして私はこう学校にこう馴染めない時期とか辛くて行けなかった時期とかも、ジョジョやそのジョリーンのおかげで学校の門をくぐったりすることができていたので、そんな今学校やそれ他にもこう自分のアイデンティティとかに悩んでいる子たちの希望になれたら嬉しいなと思います。ですね、これはオーディションの時にも課題にあったセリフなんですけれども、丈太郎に対して幼い頃そばにいなかったことや自分が父親がいないことでどれだけ辛い悲しい思いをしてきたかを嫌味を交えて吐露するシーンがすごくお気に入りで、その嫌味の度合いとかも、嫌な子すぎるとジョリーンをそのストーンオーシャンのアニメで初めて知った人にジョリーンって嫌な子なのかなって思ってほしくもないですし、ちゃんとその後こう丈太郎からどれだけの愛で守られてきたかっていう知るシーンにもこうつながってくる大事なセリフでもあったので、かなりこう言い方を考えながら演技していたので、思い出に残っているセリフです。 Thank you! Hey there! Thank you so much for watching our videos. Don't forget to give us a subscribe if you'd like to see more. And like so we know what kind of content you want to see. Got suggestions for new content? Let us know in the comments below too. Thank you so much again for watching. Take care, dudes!